桜峰葵です。悠々イベントストーリーの続きをやっていきます。今回は、ノーマル後編です。先に、ノーマル前編とハード前編をアップしてますので、まだ、見られてない方は、そちらからおすすめします。概要から飛んでください。いつものことですが、リプレイの方はネタバレになります。NG な方はブラウザバック等でお戻りください。お待たせしました。それではどうぞ。なぜなんだ。敵を撃退したはずなのになかなか寒さが引かないな。まだ雪も消えないで残ってるもんな。でもさすがにタマは寒いのにも慣れてきたぞ。タマチ先輩、寒いからって私の服に手を入れないで。若葉もどうだ。情けは無用だ、勇者たるもの。この程度の寒さ自力で。ガタガタ震えながら言っても説得力ないわね。ちかげ、そういう余裕の発言は背中にぴったり張り付いたユーナを剥がしてから言え。だって高島さんが寒いって言うから。若葉ちゃんもおいでよ。だから情けは無用だと。寒さに震える若葉ちゃん、これは滅多に取れない貴重な一枚ですね。ひなた、お前までなぜそんなに元気なんだ。ブルブル震える若葉ちゃんを見てたら体温もテンションも急上昇してきました。それで2つの肉まんがほかほかに。いいなあひなた、たまにも1つ分けて。寒々若葉ちゃんも可愛いんですけど、悲しいお知らせです。ゼレオか。この前倒したバーテックスがまだ倒しきれていなかったみたいで、もしかして寒さが残っているのもその影響。そうみたいです。まだ戦いは終わっていないということか。はい、おそらくはいつ敵が来るか分かりませんが。信じられない、こんな状態の中で戦わなきゃならないなんて。せっかくクリスマスの準備でも始めようかと思ってたのにね。でもおかげで雪がたくさん。今年は雪のあるクリスマスになりそうですね。ユーナちゃんが嬉しそうで私も嬉しいわ。なんか意外、あんたこういう洋風イベント嫌いそうなのに。嬉しそうなユーナちゃんより優先するものなんかないわ。東郷ってたまにこういうとこあるね。うん、浮かれるのもいいけど、準備の前に倒さなきゃいけないやつがいるの覚えてる？そうだった、はあ、お楽しみはバーテックス倒してからだよね。そんなことないですよ。皆さんパーティーの準備始めましょう。長時間戦うわけではないですし、樹海化警報が鳴るまでは大丈夫だと思いますよ。やったー。諏訪では物資が足りなくてつつましいクリスマスだったから盛大にやりたいわ。じゃあ早速役割分担からしましょうか。必要なのはツリーとケーキと、それから骨付き鶏。クリスマスって言ったらフライドチキンでしょう。タマの家では毎年熱々の骨付き鶏をお腹いっぱい食べるのが定番だったぞ。待て、クリスマスはフライドチキンに決まってるだろう。うわー、夏目、寒さで冬眠しちゃったかと思ってた。寒い、また動かなくなった。おーい夏目、大丈夫？何だったのかしら今の。そういえば本で読んだことあります。沖縄の人は日本で一番フライドチキンを食べるって。そう、誰が何と言おうとクリスマスはフライドチキン。うわ、また起きた。すごい力で足掴むな。落ち武者みたいな迫力。土井さん、
強引に押し切ったら呪い殺されるかもしれないわね。聖夜に起こる恨みの惨劇、タマボー大ピンチ。わかったよ。もうじゃあ今年がフライドチキンってことで。わかればそれでいい。また冬眠しちゃった。とりあえず準備続けよっか。クリスマスといえば何はなくともクリスマスツリーっすよね。それが部室にあったはずなのに見つからないんだよ。どこ行ったんだろう。じゃあその辺の山から切ってこよう。力仕事ならタマに任せたまえ。大きいモミの木、そんなのこの辺に生えてたっけ。この際大きければ何でもいいじゃないか。一番大きいのって言えばやっぱ真珠だよね。真珠様はちょっと。いいねいいね。じゃあ真珠に星屑いっぱい飾りつけようよ。それダメなやつ、一番ダメなやつ。もともと飾りつけなくても真珠様は光るよね。本当だ、大きくて一番目立つ木だね。なんで今まで気づかなかったんだろう。あんたたちまで。ノンノン、クリスマスツリーはただ目立つだけじゃダメ。クリスマスツリーは飾り付けをしてこそのツリーよ。だね。全部の種類のバーテックス捕まえてきて乗っけるくらいでちょうどいいよ。それ人類滅亡一直線だわ。お楽しみのところ申し訳ありませんが、多分今から。よし、一丁バーテックス捕まえましょう。あー、はあ、みんなようやく寒さの中での戦闘にも慣れてきたみたいね。それに今回はセッカさんと歌野さんがいつもよりさらに大活躍だったもんね。それってもしかして。せっかくたくさんバーテックスを倒したのに。あいつら倒すと消えちゃうんだよね。そういえばやっぱりまだ諦めてないんすか二人とも。真珠様にはダメですよ。まあ生のバーテックスを使うのは冗談だけど。あ、消える前に剥製にするってのはどう。ダメ、そもそも真珠様を使わないで。でも確かに大きいツリーってすっごいワクワクするかも。そもそもバーテックスの剥製は作成可能なのだろうか。乃木さん、問題はそこじゃないわ。ボケてるのは血筋なのか。皆さんなんか言った。でもツリーがないクリスマスはちょっと物足りないよね。では真珠への敬意を損なわぬよう締め縄やしでを盛大に飾ってみるのはどうだ。締め縄としでで盛大に。まるで私の故郷の御柱みたいね。それ知ってる。大きな木と人が山を滑り落ちるお祭り、すごい迫力なんだよね。なんだそれ、すっごく面白そう。御柱は最強のカーニバル、盛り上がること間違いなしだわ。いや、クリスマスどこ行った。とりあえず皆さん次のが来ますよ。はあ、いまいちやる気が出ないな。どうしたんすかせっかさん、あんなに元気だったのに。せっか先輩がっかりしてるんだよね。真珠様クリスマスツリー化計画のこと、グッドアイディアだと思ったんだけどね。まさか反対多数で否決されちゃうとは。いや、それは当然のことです。でもまあ、とにかくこいつらをさっさと倒してクリスマスの準備しなくちゃね。はーい。意外、セッカさんってもっとクールな感じの人だと思ってました。いや、私は楽しいことは好きだよ。そして面倒なことは嫌い。そう
うだね。早くバーテックス倒しちゃって思いっきり準備したいね。戦うのは面倒だけどね。でも頑張るんすね、作家さん。私は銀ちゃんみたいに夏休みの宿題を最後まで残したりしないタイプなのよ。なんでそれを。ま、戦闘後回しってわけにはいかないからね。じゃあ行こっか、銀ちゃん。はい、ついていきます、セッカさん。頼もしい返事ね。さっさと倒して新たなツリー候補を探すわよ。また何か不吉なことを思いつかなきゃいいけど。これでちゃんと倒せたかな。皆さんお疲れ様でした。今度こそちゃんと倒せました。よかった、これでようやく気温も上がるわね。よし、それじゃあこれからクリスマスパーティーの準備だな。そうそう、クリスマスといえば三州中学勇者部には重要な役割があるのよね。あ、今年もやりましょう。そうね、ぜひ今年も楽しみだわ。お、あれだね、すっごい盛り上がってるけど何するんだろう。わからないけど、重要な役割って言葉にはなんだかとっても心惹かれるわ。去年使った道具一式ちゃんと部室に残ってるかしら。はい、確認しておきました。さすがイッツ、グッジョブ。これで準備 OK？ そうね、あとは誰にお願いするか決めなきゃね。イエーイ、今年は誰にお願いしちゃう？去年のみんなのサイズに合わせてたから今年は少しお直しが必要かもしれませんね。どうやら何かを着てやるみたいね。はいはい、私も着たいです。そのっち、何をするか聞いてからにしたら。そうだよ、とんでもないコスプレさせられたら大変なことになるからな。あー、確かにそうだね、あまりにも楽しそうだからつい。園子さん、重要な役割って何するの？なんだろうね、そういえば聞いてなかった。あんた知らないであんなに乗ってたの？えへへ、だってみんなが楽しそうだからつい。私の末裔は自由なんだな。じゃんけんぽん。やったー、嬉しい。勝っちゃった。じゃあ今年はゆうな、東郷、せっかの3人に決まりね。はい。で、結局何を決めたんすか今ので。今のはみんなの中で一番たくさんプレゼントをもらえる人を決めるじゃんけんだよ。そういうのは先に言ってくれよ。文句言わないの。とにかく勝った3人は早速準備開始よ。はーい。ん？準備？なんでプレゼントをもらうのに準備がいるの？それは後でのお楽しみね。プレゼント今年はいっぱいあるので隣の教室に準備しておきました。え？やったー、せっちゃん早く行こう。じゃあこれお願いします。こんなにたくさんのプレゼント本当に私らでもらっていいの？違う、今から3人には三州中学勇者部恒例のクリスマスプレゼント配りに行ってもらうのよ。去年より件数が増えたみたいだけど頑張ってくださいね。はーい。ちょっと話が違うよね、勝った人は一番プレゼントをもらえるって。いいからいいから、じゃあ行ってきます。ああ疲れた、幼稚園に老人ホームに商店街、こんなにたくさんプレゼント配ったの初めてだよ。せっか、お疲れ様。戦闘以外の場面でも自分がこんなに頑張れるなんて新発見だったよ。じゃあ最後に
ティーの準備してる勇者部のみんなにも配ってこよう。ほんと元気だな。クリスマスって自分が楽しむもんじゃないの？楽しいよ。プレゼントもらった人がみんな嬉しそうにしてくれるもん。メリークリスマス。メリークリスマス。パーティーの準備バッチリできてるわよ。やったー。フー先輩、予定通り町のみんなにプレゼント配ってきました。ご苦労様。あんたたちの任務はこれで終わり。あとは思いっきりパーティー楽しんでね。はーい。って言いたいとこだけど、実はみんなにもプレゼントがあるんだ。友達にもくれるのか。やったー。あ、もしかして早い者勝ちか。落ち着いて、大丈夫よ。みんなの分用意してるから。ユーナにもあるよ。やったー、グンちゃんとお揃いだ。嬉しいな。せっちゃん、どうもありがとう。あ、うん、どういたしまして。全部配り終わったよ。嬉しいな。今年も一番たくさんプレゼントもらえちゃった。え、ユウキッチ、配ってばっかりだったよね。もらった人の喜ぶ顔が何よりのプレゼントなのよね、ユーナちゃんには。にもプレゼントあげるね。準備してあるんだ。私からもあるから期待しててね。東郷さんにももちろん用意したよ。もちろん私だってゆうなちゃんに用意したわ。他人の喜ぶ顔が自分の喜び。あ、ゆうきっちらしいといえばらしいかな。